図は、電解硬化トランジスタ FET を用いたソース設置増幅回路の簡易小信号交流透過回路です。この回路の電圧増幅度 AV は VI 分の VO の絶対値を近似する式として正しいものを求める問題です。図中の SDG はソースゲートドレインであり、 VI、VO、VGS は各部の電圧、GM、Gmens は FET の相互コンダクタンスです。また、スモール RD はラージ RL に比べて十分大きいとします。この GM、VGS というのは GM が Gmens で、Gmens はオーム分の1なので、これをかけると電流となります。したがって、これは理想電流源を表しています。今回、RD はRL より十分大きいので、電流は RD には流れず、RL に流れると近似して考えることができます。これとこれをかけると、VO を求めることができます。VI は VGS です。したがって AV はこのようになります。VGS は打ち消しなので、このように求まって、1番が正解となります。